皆さんこんにちは、ゆみです。今日は呪術廻戦バカウケ2を購入してきたのでシールの方を開封していきたいと思います。前回の1の方は購入制限で2個しか買えなかったので、今回は購入制限がないお店で購入しました。ワンボックスだと20個入りでシールも20種類あるので揃うとは思うんですが、20袋はさすがに食べれないかなって思って今回は8袋購入しました。この怪しく光るシールのラインナップは5種類しか載っていなかったので、他に誰がいるのとかはわからないのですごい楽しみなんですが、五条先生がいてもなかなか出る確率は低いんじゃないかなって思います。パッケージは2種類になります。京都校がいるんですよね。京都校の方はミワちゃん狙いで開けていきたいと思います。じゃあ1個目、では1枚目いきます。はい、お、これはすごい。はい、今回こういう4人のいるシールもあるんですね。しかも五条先生がいます。担任の先生と学長になります。五条先生と歌姫の会話はめちゃくちゃ面白いですよね。この五条先生の顔はめちゃくちゃ可愛いです。早速五条先生が写っているシールが出ました。じゃあ2つ目、ではいきます。はい、お、めぐみです。はい、今回は横長になっています。ちょっと名刺感がありますよね。前回のシールはこんな感じでした。前も良かったんですが、今回の方がめちゃくちゃいいですよね。そして玉剣のポーズをしています。じゃあ3つ目。本当にこれはシールを切らないように気をつけながら切ります。ではいきます。はい、おー、五条先生、え、めちゃくちゃかっこいいですね。こういう無料勲章のシールも入ってるんですね。本当に同じ人物かって疑っちゃいますよね。この場面の絵柄はなかなか珍しいですよね。いつもはだいたいポーズをしているところだったりするのですが、今回は横顔の五条先生になります。多分一番いいシールなんじゃないかなって思います。もう出てくれたのでちょっと安心しているんですが、ワクワク感はなくなりましたね。じゃあ4つ目、ではいきます。はい、お、京都校です。はい、京都校の6人になります。めちゃくちゃ銅像がでかいですね。そしてミワちゃんがいます。めちゃくちゃ可愛いです。そして背景とかもすごいかっこいいですよね。じゃあ5つ目、ではいきます。はい、お、玉剣です。これは無料勲章と同じ感じになるんですかね。玉剣黒の方が背景と混じってて目しか映ってないように見えます。このめぐみはめちゃくちゃかっこいいです。そして玉剣白の方が白目を向いているみたいに見えます。じゃあ6個目、こっち向きの方がいいですよね。じゃあいきます。はい、お、これは東京校です。はい、東京校の1年生と2年生になります。6人が揃っていると強く見えますよね。この2種類が出てくれたので本当に全員が見れるのでいいですね。じゃあ7個目、ではいきます。はい、お、野原ちゃんです。はい、スーレイ地方ともなりの野原ちゃんになります。この野原ちゃんはめちゃくちゃ迫力があります。なんかすごい 3D 感があります。
では最後の1個になります。このめぐみの一人で写っている五条先生のバージョンがあるのかすごい気になります。じゃあ8個目では最後になります。いきます。はい、お、ももちゃんです。はい、最後はももちゃんになります。ピンクがめちゃめちゃ似合いますね。めちゃくちゃ可愛いです。やっぱり名刺カードみたいな感じですごいかっこいいですよね。画面上じゃ伝わりにくいんですが、本当に怪しく光っている感じがすごいです。はい、今回8個開けて結構いい引きをしましたね。本当に無料空所の五条先生がいるとは知らなかったので、本当にびっくりしたし、これからの運を使い果たしたんじゃないかなってちょっと思いました。12日からはコンビニと一部の全国量販店に発売なんですが、19日からは一般販売がされるので、ぜひ皆さんも購入してみてください。今日の動画は以上になります。見てくださってありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。